はい、皆様おはようございます。非常にね、お暑ございます。本日はですね、夏にぴったり、夏にぴったりというかね、きゅうりの千切りの上手な作り方ね、これいってみたいと思います。まずですね、きゅうりのヘタ取っちゃってください。はい、こんな感じでいかがでしょうか。そうしましたら、3等分ぐらいですかね、3等分ぐらいにしてください。はい、こんな感じになりました。はい、そうしましたらね、かつらむきむきですね、まあ、かつらむきむきというほどのものではないんですが、まあ、きゅうりのね、皮の方からこう包丁をですね、ギザギザギザですね、ギザギザギザとね、上下に進めながら、こっちの指でね、きゅうりを回していくみたいな、ね、こんな感じでいかがでしょうか。そしてギザ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 ですね。はい、ちょっと包丁が、電気で反射して眩しくてね、ちょっと目がちょっと見えないぞみたいな感じでございます。はい、ギザギザギザですね。はい、ギザ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 リングですね。はい、そしてこの種のところになります。これはね、もう食べちゃってください。いただきます。うん、うまいです。うんうん、でもね、これ全部いっちゃいましょうか。うん、これお前何に使うのよっていうことなんですが、きゅうりの千切り、まあ、冷やし中華にはねもちろん合いますが、これを水にさらしてね、お刺身のつまというんでしょうか、よく大根のねつまございますよね。うん、あれの代わりにこのきゅうりのねつまとか敷いてみると、一層ね、夏のお刺身の清涼感がねバッカンバッカン出ますので、お試しになってはいかがでしょうか。そしてもちろんね、いろんな千切り野菜と合わせてですね、千切り野菜のサラダなどもね、非常に、美味しくいただけるのではないでしょうか。まあ、何しろ夏のきゅうりはねもう旬でございます。はい、旬ですね。いただきます。うん、じゃあこんぐらいにしておきますか。うん、そうしましたらですね、あとはこれをね、適当な長さに切って、こう並べてください。並べるというか重ねてください。うん、こんな感じですね。はい、こんな感じで、どん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 ピシャリですね。はい、こんな感じで、重ねてくださいませ。まあ、きゅうりのミルフィーユ系ですか。はい、あとはね、これを千切っていくだけでございます。はい、包丁をね押すような感じで、押し切りというんですか、まあ、引いてもいいんですがね、この上からただ落とすだけだとね、きれいに切れないのでね、こう押すような感じでね、切っていくと。はい、こんな感じでさっくんさっくんさっささんさんですね。はい、そうこうくだらない話をしている間にですね、きゅうりの千切り、完成に近づいてまいりました。はい、こんな感じで、いかがでしょうか。はい、出来上がりでございます。はい、こんな感じですね。はい、きゅうりの千切りですね。まあ、サラダによし、お刺身のつまによし、もうね、ぜひ機会がありましたら練習してお試しいただくのも一向かと思われます。急戦です。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、きゅうりの千切りを上手に切る方法、これをね、動画にまとめてみました。それでは失礼いたします。うまそうです、きゅうり戦。Your fingers.